福島県喜多方市の喜多方駅にやってきました。ここに来るのは SL 磐越物語に乗った時以来なので、およそ8ヶ月ぶりぐらいになるでしょうか。今回この町に来たのには大きな理由があります。この動画を撮っているのが2022年の8月中旬なんですが、同じ月の8月上旬、山形県を中心に集中豪雨による大きな被害が各地に出まして、その被害がこの喜多方市でも起きてしまいました。磐越西線の喜多方駅とお隣の大和駅を結ぶ濁川橋梁という鉄橋がその大雨によって壊れてしまいました。当初はこの岩手貧乏旅行編にはこの旅行企画は含まれていなかったんですが、どうしてもその災害によって生じてしまった被害がどんなものなのか、この目で確かめたくてこの動画の企画を立ち上げました。厳密にはこのような動画は旅行チャンネルではするべきことではないということは、以前小湊鉄道の集中豪雨被害のレポートをしたりですとか、只見線の流されてしまった橋がどういう風になったのかお伝えする動画でも同じようなことを言ったような記憶はありますが、僕自身にとっても大変衝撃的な出来事でしたので。でもそれ以上に現状困っているのは、磐越西線を日々の生活の足として頼っている皆さんと思います。本当にこういう動画は単なる野次馬根性と見られても仕方がないんですけど、ちょっとでも真実が伝わればいいなと思っていますし、何かのお役に立てればいいなと願ってやみません。もうすぐ被災した濁川橋梁に到着できると思います。そうしましたら可能な範囲内で被害の様子をお伝えしたいと思います。喜多方駅から歩き始めておよそ15分程度経過しました。まだ濁川橋梁は見えませんが、今歩いている歩道を道なりに進めば濁川橋梁が見えてくると思います。磐越西線の線路がちょうど僕が向いている方側に真横に伸びていますから、心配されるのはつい4日ぐらい前に小笠原諸島あたりで発生した台風8号がちょうど太平洋側に沿って北上していったんですね。その影響が濁川橋梁にさらにどれだけの影響を与えたのか全く読めませんので、とにかく地元の皆さん、もしくは磐越西線を日頃から日常生活の足として使われている皆さんに比べれば大したことはないかもしれませんが、それでも気になります。すいません、地図を見て問題ないと思ったつもりで逆方向に歩いておりました。正しくは今僕が見ている方に壊れてしまった濁川橋梁があります。多分あと5分もあれば見えるんじゃないでしょうか。地図を確認しながら改めてゆっくり進んでいます。周りは住宅街のようですね。駅前ほどの混雑はありません。どうやらこの墓地を道なりに沿っていくと、というか、ちょうど線路が見えてきました。多分この線路の先に壊れてしまった鉄橋があると思います。果たして穏やかに見ることができるでしょうか。台風が去った後で少々蒸し暑くなってます。晴れ間が出てきたのはいいのですが、着物で歩くにはやはりこの暑さは応えます。歩き続けてみたら田んぼに出くわしました。その田んぼの斜め向かい側にはスーパーマーケットがありまして、ちょっとアンバランスな印象がありますね。だいぶ河川敷に近づいてきました。あれは、これはひどい。ついに現場に来てしまいました。これが崩落してしまった濁川橋梁です。今ちょっと拡大図で濁川橋梁を見ていただいてます。今回の被害の全容といいますか、どうしてこうなったのかっていう原因についてなんですが、どうやら橋の橋脚部分からぽっきり折られたのではなくて、足場を支える土台部分から流されてしまったみたいなんです。
先ほどお話をさせていただいた地元の方がおっしゃってたんですけれども、もともとこの濁り川はもう一箇所別のところで流れてたそうで、それをこの付近で一本の川にまとめたために流れが変わってしまったらしくて、それでもこの濁り川橋梁って磐越西線の鉄橋の中ではかなり頑丈な部類に入る橋だったのにもかかわらず、先日の山形を中心とするいわゆる山形豪雨によってこのような本当に言葉を失う状況になってしまったみたいです。でちなみにですね、現在河原の方に行くことはできなくなってます。むやみに立ち寄ると危険だからということなんでしょう。僕もそのルールといいますか、必要以上の好奇心を持って向こうに見えます濁り川橋梁に接近するといったことは避けていこうかなと思います。では改めてもう一度濁り川橋梁の被害の様子ご覧いただければなと思います。濁り川橋梁から少し歩いたところにある舞台田橋というところから濁り川橋梁を見ています。川の上流はこんな感じになっています。やっぱりまだ台風の影響か川の色が少し濁って見えますね。舞台田橋のちょうど中間地点から濁り川橋梁を見ているところです。こうして見るとよくわかるのですが、橋脚部分ではなくて足場から濁流にごっそり持っていかれたという状況がこの映像からよくわかりますね。これはもう言葉を失う以外の表現が僕には見つからないです。舞台田橋の向こう岸側まで来てみました。こうして見るとまた見え方が違うかなと思ったんですけども、それでも当日に起きた豪雨によって生じた濁流の衝撃のほどがまたさらに実感できるような感じがします。レールが宙にぶら下がってますし、今回の動画どうだったでしょうか。ぜひコメントと高評価、それからチャンネル登録をお願いします。お決まりの口上を言った後でこういうことを言うのもどうかと思いますが、本当に先ほどからですね、この濁り川橋梁の甚大な被害の実態を見にたくさんの方が足を運んでまして、まあ僕も豪雨の被害によって橋がどんな風に変わり果ててしまったのか、言ってみれば野次馬根性です。それで来てしまったわけなんですけれども、この動画を通して何らかの形でお役に立てればなと思っています。それで僕はノートというソーシャルメディアにも記事を書かせていただいていますので、この濁り川橋梁の被害の実態を有料の記事にしまして、その収益を募金という形で提供させていただきたいなと思います。これが正しいかどうかは自信はありません。どれだけ賛同していただけるか全くの未知数ですし、お前一人で勝手にやればいいじゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。でも現にこれだけの被害が出てます。僕のように、僕たまに旅行で足を運ぶ人間よりも今困って
ている人たちがいます。その困っている人たち、磐越西線が一刻も早く元通り動いてほしい、そう願っている人たちのために何かできることはないのかなと思いついたところです。ぜひ皆さんの力もお借りしながら、濁川橋梁が元の姿に戻ることを願い、そして磐越西線が元の日常に戻るよう願ってやみません。ちょっと長くなってしまったんですけれども、僕の熱意と濁川橋梁の現実がちょっとでも伝わればいいなと思ってます。そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。